黒く小次郎と大黒天しずきの縁起物ラジオ始まりました。しずきと二人っきりは結構珍しいよな。あ、確かに福禄と二人は今まであんまりなかったかもな。ラジオでトークしながら二人の仲を熱く深めてこな。ねえ、なんか言い方が嫌だな。なんでやねん。ほら始めてこか。せーの、縁起物ラジオ。しずきとアモンはさ、天下と一緒にホームに住んでるわけやん。あ、普段どんな感じなん？例えば家事とかさ。あ、ご飯は基本しずきが作ってるわけやん、うん、他の家事全般どうしてんのかなって思ってたんよね。あ、まあ洗濯物と掃除は一応順番決めてやってるよ。お、うん、まあ、だけど恵比寿は全然片付いてないのに終わったって言ってくるからもう正直困ってるなんか想像つくわ。あと毘沙門は気がつくと作業の途中で昼寝してたりするし、この前は洗濯物干しっぱなしのまま縁側で寝ててさ、雨でびしゃびしゃになって結局俺が洗い直したんだよな。ちょっと待って、それ縁側で寝てたってことは、 あいつ自身もびしゃびしゃになってたってこと？そう、あいつもびしゃびしゃになって風呂入ってっていうのを繰り返してなんか天下ってしっかりしてるとこあるけど、たまにどっか抜けてるとこあって可愛いよね。まあそうだな、うん、ところでまだ部屋は結構空いてるんだけど、福禄なんで住まないんだ？まあ俺は自由気ままな風来坊やからね、うん、全国各地の俺のファンのためにも住所は一つにせえへんのよ。またそんなこと言って。まあうるさいのが増えると面倒だし俺的には別にいいけど。あーでもなー、毎日しずきのご飯が食べれるのは超魅力的よなー。あ、最近カレー作りにハマってんやろ。あー、うん、なんか試しにスパイス買ってみたら楽しくてさ、最近はいろいろ作ってるよ。今度さ配信でカレー作る企画とかやってよ。え、俺が企画で料理するってこと？あー、需要ありそうやない？まあ考えておくよ。ああ、そういう福禄はさ、何カレー好きなんだよ。え、行ったら作ってくれるん？考えておく。俺の好きなカレーはな、マジかよ全部払ってくれんだろうな、それ。いやいやいや、材料費まあ全部そっちで負担頼みますわいつになるかなということで、このお時間は俺らの日常生活についてお話をお届けしました。縁起物ラジオ。最近の縁起物ラジオの企画、ちょっとトークバラエティっぽいことやってるやん。ああ、そうだな。俺さ、やってみたい企画あんねん。却下。はいはいって。最後まで聞いてから判断して。俺たち縁起物やん。やっぱりエンタメ的に芸事を磨いてった方がええと思うよ。ああ。ちゅうことで2人でインプロゲームやってみたいと思うんやけど、どうや？インプロゲーム？うん、インプロって英語で即興を意味するインプロビゼーションの略やねんけど。発音いいな。インプロビゼーション。あ、もう2回も言わなくていい特に演劇の世界なんかでは使われる言葉で、台本に基づいて演じるんではなく、リアルタイムでセリフとか動きを考えながら演じるのがインプロや。あ、そういや前にも創作物語って企画やったな。あんな感じか？そうそうそう、あの時は4人でやったけど、今回は2人やし、今日はお題を決めた上で、あいうえお作文でやってみるわけな、どうや。また難しそうだな。しずきならできるって。いや、無理無理無理。4人の時もすごい頑張ってたやん、しずき。おー、そうか。嬉しいな。というわけで、最初のお題は俺が決めようかな。うん、お題は、恋で。とりあえず、あ行でやってみようか。恋か。まあまあまあ。では、俺からいきたいと思います。おあ。愛するあの子に今日こそ気持ちを伝えたい。そうして目が覚めた朝でした。いつも一緒に登校するあの子、一番近くにいる彼女、僕は切に彼女の彼氏になりたいと思った。うるさいやつは嫌い。そんな口癖の彼女が僕を恋愛対象として見てくれるなんて、そんなバカな話がないと思ってたけど、バレンタインデーに彼女がチョコをくれたんです。僕は舞い上がってしまって今日告白すると決めました。
いい感じやで。笑顔の彼女はとても美しかった。俺にチョコを渡してくれた時の顔は一生脳裏から消えないと思う。俺は今までの彼女のことを分かった気になっていたけど、彼女のあんなに笑う顔は初めて見た。だからこそ告白しようという気持ちがふつふつと押し寄せてきた。そして僕は彼女を放課後に校庭の裏に呼び出した。お前さ、彼氏とかいんの？別に。よそ行きなセリフをかけてしまった。いないけど。あ、彼女はそう言った。俺ずっと君のこと好きだったんだよ。さてこの物語どうなったんでしょうね。おお、いや、なんか いいな。お客様に想像の余地を残すタイプのやつ。なるほどな。一番俺が苦手なやつだ。はっきりしてほしい。いやはっきりしてほしい。俺はこういう作品多いやん。多いけどはっきりしてほしい。そういうタイプか。そういうタイプ。俺ははっきりしてほしいタイプ。でもめっちゃ良かったな。あ、めっちゃ良かったな。なんかでも途中、うん、え、むずい。え、むずかったな。何する？袋くだったら何する？え、笑顔が眩しい君は今日もいつもと変わらないみたいな。あー、やっぱ笑顔、うん、もう告白すること決めたからその次の展開みたいな、うん、あー、なるほど な。 告白を決めて俺も決めたからな。そうね。決めさせちゃった。でもいいね、ライトノベルってさ、うん、君のこと好きっていうのにさ、うん、ここ5ページぐらい使ったりするやん。あ、まあ、確かにそうだな。シェイクスピアとかもそうやけど。なんかそんな感じで好きの部分を膨らまして最後にポッと。そう、で、なるほどな。結果はお客さんの想像次第みたいな。あ、いい作品でした。 いいな。ナイス、しずき。いや助かってる。せっかくやし、もう一回やってみよう。おー、いいな。次はしずきがお題と何行でやるか決めて。あー、マジか、うん、それ来るとは思わなかった。おー、いいやん。じゃあお題は、うん、料理。おー、ええやん。で、まあ料理のさしすせそとかもあるから作業にしようかな。ええやん。なんかよし、料理の作業早速やってみましょう。あー、そっか、俺からか。そうやね。よし、ではいきます。さっきからキッチンで彼女が何かを作っているのを眺めている。包丁の音、グツグツと煮込む。それ俺は彼女が何を作っているのかまだ知らない。でも確かにこれだけはわかる。すごく美味しそうな匂いだ。彼女は俺に向かって言ってきた。もう少しでできるからね。俺は楽しみだ。醤油大さじ12杯。僕はびっくりした。彼女の料理が楽しみだったあの気持ちはどこかへ消え、おい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 、大丈夫？醤油を12杯入れる料理見たことないけど、彼女に語りかけた。突っ込んでてよ、あんた味音痴なんだから。彼女にそう言われた。僕は結構舌が肥えている方だと思ったから。でも彼女は醤油をずっと入れている。醤油だけならままならず赤い瓶も見える。あれはタバスコ。僕は辛いのが嫌いなはずなのに、彼女はそれを覚えているのか。いや、覚えていない。なのにタバスコを入れている。一体なぜだ。俺は彼女に問いかけた。世界一不安な問答が始まる。
いいから黙ってて。できたよ。その彼女のできたよというセリフは死の宣告とも取れた。運ばれてきた料理は見るからにえぐい色をしていた。具材はじゃがいも、肉。肉にしては肉の形がはっきりしていて、これ血？生臭い匂いすらしてきた。ねえ、これ本当に食べれる料理？僕は彼女に問いかけると、ほら両手を合わせて、いただきますしなきゃ失礼でしょう。そう言うと、僕は一口その料理を口に運んだ。そっから先の記憶は俺にはなかった。気がついたら僕は知らない天井を見ていた。どうやらあの肉はとてもやばいものだった。彼女は今留置所にいるらしい。細かいことはわからない。僕が口にした肉、あれもよくわからない。ただ僕は思った。もう一生人の手料理は食べられないなって。いい、いいね、ナイス。いや不安だよ。いやいや素晴らしい。世にも奇妙な物語。トゥルルルルン、トゥルルルルンってやつ。すごいわ。なんかやっぱりさ、1行目幸せな風景。そう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 、そこで帰ってくる。ちょっとぶっ壊したくなってさ。これ俺の悪いとこやな。いやでもまあそうだよね、いいよな。でもちゃんとさ、こうお互い乗ってってさ。やばいよ、やばい。もっと乗りたかったね。いやいやいや、もっとできるなって思ったな。留置所にいたわ、やばい。留置所に。まあ、何したのか何を食ったのかはよくわからないけどな、ね、まあまあまあ、みんなのな。そうやな、そう、ハッピーのみんなに想像の余地をという作品でございました。ということでインプロゲームをお届けしました。どうやったインプロ。いやなんかちょっと緊張してたっていうか、恥ずかしいっていうか、まあ怖いなって思ったけど、まあ実際やってみると、まあ福禄のおかげで面白かったなって思った。すごいさ、しずきっていいやつやねん。こういう時でも俺のこと立ててくれるやん。なんかでも気心知れたメンバーだから、こういうのやる楽しいよね。まあそうだな、うん、今度はな、4人でもまたやろうな。うん、そうだな。よしよし、せーの、縁起物ラジオ。はい、お送りしてきました縁起物ラジオと、そろそろお別れのお時間となりました。まあ意外と楽しかったな。おお、なんかさ、しずきこういうゲーム的なもん結構好きやからさ。あ、まあそうだね。まあ負けたくない気持ちもあるし。そうやな。まあそこで楽しくなっちゃうな。想像力もさ結構豊かやし。いやそうか、でもやっぱ福禄はすごいよ。何かあそこの 2個目のやつのな、この起点の聞かせ方とか。一気にヤバいやつになってたから な。そうやな、幸せな雰囲気から なんかでもまたこういうゲームできたら、ああやりたいな、ね、うん、やりましょう、うん、はい、ということでこのラジオ企画、皆さんどうでしたか。ぜひコメントとかラジオのリクエストもくれると嬉しい。ということで福禄小次郎と大黒天しずきの縁起物ラジオでした。それじゃあ See you、 またね。チャンネル登録してね。してね。